コウです。カムチです。間違えた。もう一回、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 もう一回。カムチです。コウセイです。ユウジです。タケです。トミーです。フェネックスチャンネルです。タケです。お待たせしました。お腹空いちゃったの。腹減った。いや、軽く食おうとしたら止められよ。お昼社長が買ってくれたよ。あっ、はい、どこも買ってこねえんだもん。すき家でございます。ああ、だいぶ中に行こう。量少ないってことは、優勝ただ食べるだけじゃないんでしょ。お、なるほど。なんと、はい、早食いらしいので。らしいので、もう開けちゃっていいですか、自分で。そんなあるの。あ、なんか冷めてる。テイクアウトだから冷めてる。早食い？いいんだ、早食い。誰が一番早いか。はい。優勝者があんのかな？優勝者とかあんのかな？何も聞いてないよ。何も聞いてないよ。ただ早食いするだけかな。って言われただけ。だから勝手に考えちゃえよ。勝手にでしょ。あ、勝手にじゃあ決めちゃえよ、今。決めちゃおう。優勝したら、優勝したらじゃあ1000分。俺関係ねえ。関係ねえ。俺ここにいるだけじゃん。優勝したら途中でいいよ。無難に優勝したら無難から見た。金はいくら、優勝したらいくらもらえるかは、じゃあ社長の気分次第じゃない。気分次第。最低で1000円。最低でいくらもらえたら1万円ぐらい結果だ。遅いぐらいから。大事なのは一番ビリだったやつじゃない。ビリだった人じゃない。どっちかっていうと、もう罰ゲーム。ビリだった人じゃない。嫌なんですよ。ビリだった人。出てきたベビー食うとか。いいね、サバク。サバク。ヘビ、ヘビ、ヘビが動画にビキ。今日朝でかいヘビ出てきたじゃないですか。ヘビ首に負けるやつ。あれガチで噛んできた。あれ生きてるっぽい。噛んであげる。もう一回やる。ぶつかまえたら、バクッ。準備はよろしいでしょうか。はい、はい。つけてちょっと。いや、それあれ、もういざとか自分の中に。いくよー。はい、よーい、スタート。あ、綺麗すぎる。かきかき。どう、みんな美味しい？はい、美味しい？味わってたらな。はい、味わって。はい。どうだったか、味わって。そこないじゃないですか。もう？今から普通に弁当食べるけど。弁当ですから、ないじゃない。悪くない？この腹にはめっちゃ入るんだよ。あと何入る？早っ。ご飯粒出てます。1分15秒ドミ。モリモリモリだいぶメロンだ。申し訳ないんですけど、早めに負けてるんですよ、これ触れた。お、1分3、いいよ。どうするか、これだ。うまい、うまい、うまい。なんか全然足らなそうだね。はい。食った気しない。ごちそうさまでした。やべ、ちょっと待って、ダメだ、ダメだ。まあやっぱでも喉ちっちゃいよね。喉ちっちゃいからな。トミー全体的にでかいのね。はい。もう普通に食っていいと思うよ、なんだ。チンジャオロス弁当うまいよ。食べないけど。辛いですよ。ちょっと待って、ガイじゃん、それじゃん。
ダービーマン。すぐうまい。マジですね。これ罰ゲームだ。よりにも早やつが知らないこれ、ふてくされてご飯食べてるみたいになってる、デビューチが。ごちそうさまでした。おめでとう。富永かけてた。こんなでかい。もう終わっちゃったな。終わっちゃった。まだ11分しかない。大丈夫。ここからそれ持って社長とも突撃しに行けばいいんだよ。もう終わった。飯も尺も足りません。はい、ゆとみちゃんとなんで来たか。あ、そう、で、なんで来たかなんですけど、うん、感じ。追加。誰がそんな設定したの。百名でしょ。誰だいくらいくの。8万。いや、専務は社長の気分次第だなっつって。待って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 。こっちも賞金つけてほしい。社長お疲れ様です。お疲れ。お疲れ。大丈夫ですか。ちょっと請求書あるんですけど、あの10日前に。早食いの賞金で8万円を。あんなんでに持ってってんねん、ほんとに。急なんですけど、ちょっと領収書を8万で書いたんです。あの、これ、賞へのでちゃんと書いておいたんで、うん、これガチです。なんですけど、うん、もう10日経ってるじゃないですか、うん、で、やっぱり10日の前チケット。なんでこれ千円札ないなら、あの10万円。最低だよ。ああ、大丈夫、足りない。いや、負けられない。せえだね。いや、負けれない。指示なりひでえ。すいません。ありがとうございます。じゃあこちらで8万円で収入者は。あ、それもそっちの。あ、俺だ。200円の収入印刷だ。社長に払わせんのお前。やば。俺も動画撮っていい。いいよ。俺も早くやりたい。あ、ちょっと待ってください。もう終わりなんで。11万円で確かに。はい。お釣り返せ。ああ、だって、いや、そんなさすがに俺早くで頑張ったのに。ああ、わかったわかった。はいはい、わかった。ちっちゃいじゃないですか。いやいや、もういいよ。もういいよ。お疲れ様です。